皆さんこんにちは、植木博士です。今回の動画では牧陽子さんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。牧陽子、1982年10月15日生まれ。日本の女優、歌手、千葉県印西市出身、豊川税所属、レトロエンターテインメントとマネジメント契約、来歴、4人兄弟で唯一の娘、兄、2人の弟に囲まれた男兄弟の中で育つ。小学生5年生の時に足立由美主演の REX 恐竜物語を鑑賞し、同世代の足立が活躍しているのを見て芸能界に入りたいと強く思った。中学3年生の時に両親に無名塾入りと芸能界入りを相談したところ、父から猛反対を受けるが、どうしても女優になりたかった牧は、女優になるのを反対するなら援助交際してやると父を脅し、芸能界入りの許可をもらった。中学卒業後の1998年、応募者約1000人の中からわずか5人の合格者のうちに選ばれ、中台達也主催の俳優養成所無名塾に入塾。翌1999年から潜入、入塾2年目にして無名塾校へ。どん底で重要な役どころであるナターシャ役に大抜擢され、半年間の旅公演に回った。中台はどん底パンフレットの中でその才能を絶賛していた。しかし少しでも稽古を多くしたいと思ったことから、合宿で日課となっている早朝の持久走を早い時間に済ませて、先に発声練習をして集合場所で待っていたため、それを見た中台がサボったと思い大激怒。納得のいかなかった牧は逆に中台に怒り返したことから、結局そのまま退塾引き。その合宿以来中台とは挨拶もしていなかったが、2013年7月、中台が高知新聞社のインタビューで、牧さんにいつか会う時があったらおめでとうと伝えてくれないかと取材者にメッセージを託した。それに対し牧は同年12月第38回報知映画賞表彰式で、無名塾でお芝居の面白さとか役者の面白さを全部教えてもらった。いつかご挨拶ができる日が来たらありがとうございましたときちんと言いに来たいとコメントした。2003年のオムニバス写真集リップで水着姿を初披露。水着のグラビアはこの時と月刊牧陽子のみである。2005年に撮影した初主演映画「ベロニカは死ぬことにした」で初めてヌードシーンに挑戦した。2007年発売の写真集「月刊牧陽子」ではセミヌードを披露している。2006年11月「揺れる」で第30回山路文子映画賞新人女優賞受賞。2008年11月10日元俳優の片山礼優と結婚。この時に周囲に結婚を大反対されたこともあったが、牧自身は両親が離婚していたこともあって温かい家庭に憧れ、結婚願望が強かったことからその意思を貫き通した。2009年5月10日第一子となる女児が誕生したものの、2015年9月に離婚した。離婚した理由の一つに、離婚したのは娘に絶対同じ思いをさせたくなかったからと抽象的ながらも語っている。2013年6月主演映画「さよなら渓谷」の主題歌「幸先坂」で歌手デビューをする。同年11月ルイ・ヴィトンの街頭広告のモデルに日本人で初めて起用された。2014年3月7日「さよなら渓谷」で第37回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、そして父になるで最優秀助演女優賞をダブル受賞した。2017年8月25日にフォトマガジン出版プロジェクトを立ち上げ、800万円を目標にクラウドファンディングで制作費集めを開始。翌26日にはそのフォトマガジンを12月29日31日に開催されるコミックマーケット93冬コミにて販売する意向を示していた。しかしファンから集めた資金で作った本を売ることに対し、一部からコミケを単なる販売場所としか思っていない、コミケでやる必要がないのではとの批判が出
局、マキはコミケ出展の意向を取り下げ、28日にはツイッターにて、すべてはすべてのことに対し無知な私の責任ですとの謝罪メッセージを掲載した。2017年11月10日、出演が予定されていた映画サン・ニューヨーク強い気持ち、強い愛を体調不良を理由に降板したことが発表された。代役は板谷由夏。2018年9月25日、レプロエンタテインメントとマネジメント契約したことが明らかにされる。人物本人曰く、男兄弟の中で育ったせいか、男っぽい、気が強いと自認している。その性格を表すエピソードとして、映画揺れるのオーディションにて控室で待っていると、若くて可愛い子が入ってきたので、やいやがったなこの野郎と睨みつけたら、監督の西川美和だったというものがある。大久保佳代子からは、牧の印象について、近寄りがたい雰囲気はあるが、実はとてもチャーミングと語られている。映画ST 野望編の現場では、エキストラにお礼を言うとき、マイクを持ちながら10秒ほど黙ってエキストラを睨むように見渡すと、女のかっこいい時代を作りましょう、よろしくと叫んだ。こういう感じ。映画パッチで共演した江口のり子が、芸能界で一番仲が良く一緒にいて楽だという。大塚愛とは同い年ということもあり、映画東京フレンズで共演して以来大の仲良しである。2007年3月25日の MCC ラバーズには、大塚愛のゲストラバーズとして出演している。また木村カエラとも友人で、同じ MCC ラバーズ放送では木村のゲストラバーズとしても出演した。椎名林檎のファンで、自身が主演する映画さよなら渓谷の主題歌を歌うようオファーされた際にも、歌手ではない自分が歌うなら信頼できる方にお願いしたいということでメールをやり取りするなど、以前から親交のあった椎名に楽曲提供を依頼した。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。